はい、どうもフメダルです。今回ですけれども、超激アツイベントということで、月末にですね、ステッカーブックですね、が開催されます。で、日にちで言うとですね、2月25日の、11時からとなっております。火曜日ですね。で、こちらの、イベントはですね、スキルチケットが、手に入るということが、確定しているので、皆さん必ずスキチケ回収お願いいたします。あとはですね、ステッカーブックで言うと、スペシャルステージというものがありまして、簡単に1万コインとか稼げてしまったりとか、通常のあつむつむとは別、ちょっと違ったね、仕様の、つむつむのゲーム、をね、楽しめるという、神イベントでございますので、皆さんね、ぜひ、楽しんでいただけたらいいかなと思います。ではね、早速ちょっとね、説明していきたいと思います。で、もうイベントの告知の方に、あらかじめもう出てるんですけれども、ステッカーブックの、ちょっとした詳細ですけれども、2月25日11時から開始予定ということで、2月の新ツムを使ってステッカーを集めようということで、2月の新ツムのみで遊べる新、イベントですね。新ツムのガチャについてはね、このイベントの、説明が終わった後にですね、ちょっと、紹介しますので、よろしくお願いします。で、次のね、画像を見ていくとですね、こちら、ステッカーブック、2月、新ツム限定で、楽しめるということで、全4枚ですね。で、この、今月登場した5体から、遊べますということですね。で、最後のカードはね、激ムズになっているというところになってますけれども、言うてそこまで難しくないので、多分ね、今回チャーム付きっていうこともありますので、多分ジャスミンとかであればね、スキルレベル1で簡単にクリアできるんじゃないかなと思います。で、自分サブアーカーの方がジャスミンスキルレベル1なので、ちょっとね、それで全部クリアできるかっていうところもね、ちょっと、検証していきたいなと思います。あとはスキルレベル1でステッカーブックをやってです、スペシャルステージやってですね、何枚取れるのかっていうところもね、ちょっと見てみたいなと思ってます。はい。で、遊び方、見ていきましょう。遊び方1ですね。ミッションにチャレンジしましょう。クリアするとステッカーが貼られますよと。で、カードをね、クリアすると、コインやチケットがゲットできますと。で、そこにね、レベチケとか、普通のアイテムチケットとか、スキチケ、コインの、画像が、ありますので、スキチケもらえるというところですね。で、遊び方2ですね。スペシャルステージ、各カードの最後はスペシャルステージで、いろいろツムツムが、遊べるということですね。大中小のツムが落ちてくるということになっております。これはですね、ここ最近で言うとですね、ダルマミッキーですね。こちらのスキルを発動すると、わかるんですけれども、多分それと同じような仕様なんじゃないかなと思います。あ、違うかな。ちょっとね、何個分になるのかはわからないんですけど、多分大積むは5個で中積むが3個扱いなんじゃないかなと思います。はい。ダルマミッキーの場合は特大積むもあるんですけど、中積むも出てくるし、大積むも出てくる、小積むも出てくるということで、多分大積む5個、中積む3個、小積む1個の、割り当てになってるんじゃないかなと思います。はい。なのでね、そう、チェーン積む、チェーンじゃない、チャーム積む使うとね、かなり、やばいかもしれないですよね。はい。で、遊び方3なんですけれども、ステッカーブックの注意事項ということで、このイベントをね、遊びにはね、2020年2月にね、リリースされた新ツムが必要ですと。新ツムを前ツムにしてチャレンジしてくださいということになっております。で、ワンプレイで、コイン獲得できるのはですね、スペシャルステージのね、注意事項ですね。ワンプレイでコイン獲得できるのは上限1万枚ですけれども、プラスコインでね、出たやつは、倍率分は、ちゃんともらえますというお話ですね。で、スキル発動に必要な枚積むの消去数はですね、普通のやつと違うんで、例えば、ジャスミンが発動数21だったとしたら、それよりちょっと増えているというところが、調整されているみたいです。あとはね、ハイスコア、最大チェーン、コイン獲得枚数などは反映されないというお話です。はい。以上がですね、月末ステッカーブックの、詳細の、内容となります。
皆さん必ず新ツムゲットしてですね、スキスケをゲットしていきましょう。で、このね、撮影日なんですけれども、今2月23日で撮影してるんですけれども、今現在ですね、多分告知来てなくてですね、で、おそらく2月24日本日の、ところにですね、まあ、告知が出てると思うんですけれども、新ツム確率アップがおそらくね、2月25日からというところになっております。はい。で、そこでですね、必ず、持ってない方は、2月の新ツムをですね、ゲットしてください。で、まあ、その中で一番おすすめなのが、やはり、ジャスミンというところですね。その次に、どうかな、ベルか、ラプンツェルか。で、スペシャルステージはね、ラプンツェルの方がいいかもしれないですね。消去数がえぐいことになると思うんで、はい。ということで、まあ、とりあえずね、ジャスミン狙いでね、まあ、持ってない方はね、ぜひ引いてください。2月25日、11時からね、イベントの開始とね、同時に、新ツムの確率アップも来る、はずですので、まあ、3月に入ったらね、またすぐ新ツム出てしまうので、本当にスキルレベル1でなんとかね、クリアできるように、皆さんね、やっていただけたらいいかなと思います。はい、ということで、以上でね、まあ、動画は終わるんですけれども、まあ、ちょっとね、ジャスミンチャームをちょっと久しぶりに使ってですね、まあ、この後、実際にね、プレイしていきたいと思いますので、最後までね、ご覧いただけると嬉しいです。それではね、プレイの方に行きたいと思います。はい、ということでね、ジャスミンチャームのスキルレベル6ですね、こちらをね、ちょっとプレイしていきたいと思います。まあ、新ツムね、持ってない方はジャスミンチャームをマーケットしてですね、月末イベントをクリアしていただきたいんですけれども、ちょっとね、超久しぶりに使うので、まあ、超つってもね、まあ、半月ぶりぐらいだと思うんですけど、まあ、ちょっと頑張ってやっていきたいと思います。もう意外とね、使いやすいは使いやすいんですけど、思った以上に伸びないなっていう印象があります。コインが稼げるときは稼げるんですよ、やっぱり強い、そういう感覚もあるんですけど、まあ、自分が下手くそなだけかもしれないですけどね。あとタイムボム運も、少しね関連してしまうので、いや今のとかも下手くそですね。よし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 。じゃあ6000枚は咲いていきたいね。はい。いや、6000枚いかんな、これ。まずいね。さあ、お願いいたします。32秒で。2000枚か。まずいな、これ。マジでやばいな。うわ、使わない方が良かったかな。やばい、5000枚ペースだ。さあ、まずいです。非常にまずいです。なんとか、多分ね、タイムボムがね、1個も出てない。そこがね、ちょっとまずいですね。はい、31消去。マジでやばいな、これ。全然稼げてない。5000枚もいかないぞ、これ、マジで。タイムボムが全然出ないですね。やっと出た。はい、やべえ、6000枚いかんかった、マジで。あ、うわ、これフィーバー持ってけばよかったっすね。フィーバー持ってければ。うわー、ミスったっすね。ごめんなさい、5000枚しか稼げませんでしたけれども。
でもね、これね、いろいろつむつむですね、スペシャルステージでやったらね、多分えぐいことになると、思います。はい、まあその辺もね、ちょっと楽しみにして、まあ、ちょっとね、月末のイベント、まあ火曜日からなんですけども、ちょっと練習してですね、必ず満枚を出せる、まあ、出したね動画をね投稿したいと思いますので、お楽しみにしていてください。それではですね、皆さん、月末のイベントを必ず、やるように、新ツムね持ってない方はゲットしてください。それではね、ご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。